たけのこ掘り女児失踪事件は2005年4月29日に起きた女児行方不明事件未解決事件です。行方不明になったのは当時5歳の大西優輝ちゃん。大西優輝ちゃんは当日母親3歳年上の姉と一緒に香川県五色大連絡協議会主催のたけのこ掘りイベントに参加していました。 しかし、午後1時45分ごろ、母親に、もう一本取ってくるという言葉を残したのを最後に、行方が分からなくなっています。また、この大西優輝ちゃん行方不明事件ですが、捜索開始から2日続けて、5匹の警察犬が同じ場所で匂いを嗅ぐのをやめたといいます。 まるで神隠しにでもあったかのようなこの不思議な事件はいまだ発見につながる手がかりは見つかっていないのですそこで犯人は誰なのかさらに大型の鳥犬ヌに連れ去られたのではという仮説についてまとめてみました大西優輝ちゃんの行方がわからなくなった境出タケノコ掘り失踪事件は 捜索のために警察犬を投入当日は1匹の警察犬がゆきちゃんの持っていた水筒の匂いを頼りに捜索を行っていましたところがある場所に来た時ピタリと足を止めて動かなくなったそうですさらに翌日も4匹の警察犬を投入して捜索しましたが昨日と同じ場所に止まって吠えたといいます この警察犬の行動は一体何を意味しているのかもし誘拐犯が抱きかかえて逃げたのなら警察犬は大西ゆうきちゃんの匂いから切り替えて犯人の匂いを追うことができるそうですしかしそれもないということはつまり何らかの方法で真上から連れ去られた可能性があるのです この考えが大型の鳥、犬ワシにさらわれたという説です。犬ワシとかタカといった大きな鳥が連れ去ったんじゃないかという考えになるのです。そもそも鳥が人間をさらうのは重すぎて無理があると思われますが、当時の大西祐希ちゃんの体重は 15kg。これまでも犬ワシが実際に子供を連れ去る事案や、 動物をさらうようなこともあったので、真相は鳥ということもあながちあり得るのかもしれません。タケノコ掘りのイベントが行われていた場所は、香川県坂出市大御市町の五色台ビジターセンター付近の竹林です。ホームページによると、 ダイビジターセンターは国立公園になっていて、訪れる人に地域の自然情報やアクティビティを提供するようです。また、近くにはオートキャンプ場もあり、五色ダイの大自然を昼夜を通して体験することができるのだとか、タケのコ掘りは、そのキャンプ場北側から小道を約150メートル入った竹林周辺で開催されていました。 そして、警察犬が吠えた場所というのがここらしいのですが、大西ゆきちゃんは、そばにある池に落ちた可能性もあるのです。この池は、たん池と呼ばれ、水深が3メートル。林の中で迷った際、崖から足を滑らせて、池に落ちてしまったのではないかということも考えられます。当然、 警察もその可能性はあるとみて池の水を抜いてまで捜索しかし優希ちゃんの身につけていたものは何も見つからなかったということです目撃情報のリュックを背負った男が犯人説タケノコ掘りの途中に行方がわからなくなった大西優希ちゃんの酒井出タケノコ掘り女児失踪事件は不可解なことが多いため まますまず失踪当日の行動ですが大西優輝ちゃんは2005年4月29日午後1時ごろタケノコ掘りを始めています午後1時40分ごろに4本のタケノコを発見した優輝ちゃんはその後「もう1本取ってくる」と母親に告げた後1人で走り去っていきました これが結城ちゃんが残した最後の言葉になりますそして集合時間間近になっても大西優輝ちゃんが帰ってこないため母親が他の参加者などと一緒に付近を探すも見つからず午後3時ごろに警察へ通報し3時45分ごろに警察が現場に到着 午後5時ごろには地元消防団も含めて合同で捜索しましたが午後9時になっても発見には至りませんでしたそして翌日からは100人から200人体制で竹林の横の池周辺や山中と範囲を広げて捜索するも見つからずしかも大西優輝ちゃんが身につけていた帽子や靴など 手がかりになるような遺留品も一切見つかっていませんタケノコ掘りには54人が参加していましたリュックを背負っていた男というのは現場から少し離れた獣道から出てきた怪しい男が目撃されているそうです大西結城ちゃんを誘拐してリュックに入れて連れ去ったと考えられます 当時のゆうきちゃんは、身長約105センチメートル、体重15キログラムとのことなので、大きなリュックに入れようと思えば可能です。そのため、目撃されたリュックの男が犯人である可能性も捨てきれません。大西ゆうきちゃんの家族。大西ゆうきちゃんの自宅は高松市浜の町で、父親、母親、姉の4人家族。 父親は、当時48歳でで職業は会社員だったようですまた、大西優輝ちゃん行方不明から19年の年月が経ち、現在も優輝ちゃんの姿を目撃したという情報はありません。